次に小野寺一之君。小野寺君。自由民主党の小野寺一之です。今日は桜井副大臣ありがとうございます。篠原副大臣ありがとうございます。冒頭は少しIMF のことについてお伺いをしたいと思います。またその前に財務省にまずお伺いしたいのは、最近財務省はい、今1ドル77円大変進んだ円高という状況になっています。そして日本の各種企業が今どんどん海外に展開をする、国内の産業の空洞化、このことが叫ばれております。ここまで日本の円が高くなる、そしてそれほど日本国内の経済景気がいいわけではないのに、ここまで強い厳しい円高を強いられてしまう。ところがふとアジアの諸国を見ますと、中国の元あるいは韓国のウォン安も含めて現在も続いております。このような例えば中国の元、韓国のウォン、そして日本の円、この現在の為替レート、この状況をどのようにお考えでしょうか。桜井財務副大臣。小野寺委員にご答弁させていただきたいと思いますが、すいません、通告がありませんでしたので、すいません、答えられる範囲で、それから為替のことについては財務省として基本的にこれも大臣の専権事項になっておりまして、私の方からですねあまり答弁しないようにと言われておりますので、差し控え申し訳ありませんが不十分な答弁になるかもしれませんが、その点はお許しをいただきたいと思います。私も小野寺委員とですね問題意識は全く共有しておりまして、現在の日本経済のことを考えてくればですね円高がいいとは全く思っておりません。ただしこれは世界の全体の流れになっておりますから、その世界の中で日本も問題も抱えておりますけれども、アメリカそれから並びにヨーロッパもさまざまな問題を抱えていて、そこの中でバランスとしてどうなってくるのかということになるんだと思っています。ただしだからといって何もしないというわけではありませんで、日本政府としてもですねその円高の是正のために各国と協調してですね取り組んでいかなければいけない、協調介入した時がありましたが、そういったことをきちんとやっていかなければいけないと思っています。それから私なりにですねウォンに対してですね介入できないのかどうかということについても検討させていただきましたが、現状なかなか難しいようでございまして、もしそういったところを是正するような手立てがあるんであれば、逆に言えばご指導いただければありがたいなと。いずれにしろここはですね政府とか与党とかの問題ではなくて、日本国全体の問題であって、与野党ともにですねこの今の円高問題に取り組んでいくということが極めて大切なことなんではないのかというふうに考えております。小野寺一之君。その通りなんです。今の日本の産業空洞化、この国の根幹の今さまざまなところが揺らいでいるのは、この日本から見れば行き過ぎた円高、そして今さまざま今日も報道ございましたが、日本の電機メーカーの白物家電が中国の企業に買収されるということ、今サッカーの試合を見ると広告、かつては日本の弱電メーカーが出していた広告欄に韓国の弱電メーカーが今広告を出している。このような日本の産業の問題というのが今直面をしており、そして国内では空洞化が起きつつあり、そしてこの由来原因というのは円高であり、そして私どもが日々感じているのは、どうしてこういう状況でもウォン安というのが行われるんだろう、どうして元というのは日本と同じような変動相場にならないんだろう、このようなさまざまな矛盾を感じながら、実はこの国際競争社会の中で頑張っているわけです。ところが今日外務大臣にお伺いしますが、 IMF この目的というのは世界貿易の均衡の取れた発展、通貨の切り下げ競争の防止、こういうことが目的としてあります。明確に通貨の切り下げ競争の防止ということが現実にあるんですが、この IMF の目的からして、私はやはり現在の日本が円が置かれた状況、そして日本のライバルとなっている中国韓国のこの通貨元ウォンの問題、ここに本来は IMF がもっと厳しく食い込んで、先ほど中林のお話がありましたが、日本の職員が あるいは日本の国益を背負って、本来はこの場でこの通貨切り下げ、あるいは現在の日本の円高の問題に関して対抗すべきだと思いますが、どのような今機能が果たされているかお答えください。はい、松本外務大臣。お話がありましたように、
IMF の目的として為替の安定を促進をするということがあることはご指摘のとおりであります。その目的を果たすために IMF として、加盟国に対して、マクロ経済政策や為替相場制度、金融市場、資本移動といった分野、それを中心にマルチ地域別バイのサーベイランスを実施をしているわけであります。国際収支困難に陥った時の対応については重ねて申し上げますありませんけれども、その上で、またさらに加盟国の今申し上げたようなマクロ経済政策、金融や為替相場制度に資する政策の推進、サーベイランスで示された提言の実施をすることを支援するために、専門性を有する分野については技術支援などを実施をしているということで、IMF が活動しているというふうに私もとしては理解をいたしております。小野寺一成君。本来、日本が出資比率第2位です。そして今までも支えてまいりました。この IMF の果たすべき役割、ここにありますように、これは櫻井副大臣おっしゃったように、日本として与野党問わず対抗しながら対応しなきゃいけない、そのような内容だと思いますが、その目的にですね、通貨の切り下げ競争の防止ということが明確に書かれています。本来であれば日本政府は現在の行き過ぎたこの円高について、この IMF の場でしっかり機能をさせる、それが大切だと思います。では改めてお伺いしますが、その日本が本来国益を担って行うべき改正に向けて、今回の改定はどのような役に立つのか教えてください。はい、松本岡美大臣。改正の意義については先ほど中林委員との質疑でもお話をさせていただきましたので、簡潔に申し上げてまいれば、世界の経済の現況に鑑みて、新興国、途上国にも関与も積極的な関与というのを求めていくことによって、 IMF そのものの正当性であるとか立場を高める、その中で将来に向けて我が国もしっかりと発言をしていくことで、我が国の国益にも資するという意義で、今回の改正の意義があるものというふうに理解をしております。小野寺一成君。それでは優しく言いますと、今回の改正をすることによって、日本のこの行き過ぎた円高、そしてまた、元、ウォン、私どもから見れば、元はどうして日本と同じような変動相場にならないのか、あるいはウォンはどうして今のウォン安のような状況になっているのか、今回の改定によって、これが改善されると、そう大臣はお思いでしょうか。松本外務大臣。一つは、現在の為替相場については私どもも言及をする立場にありませんけれども、基本的には市場による取引によって、現在の円の価値というのは、取引額というのは決定をされているというふうに理解をしております。その上で必ずしも市場による決定によっていない通貨制度を取っている国もあるわけでありますけれども、こういった国々について、市場制度を取っている国も含めてということになろうかと思いますけど、先ほどお話しさせていただいたように、為替相場制度について、マルチ地域別バイのサーベイランスを IMF としては実施をして、必要であれば、そのサーベイランスに示された提言に基づく政策の実施を支援するために、専門性を有する分野については技術支援などを実施をすると。そういった中で、やはり最終的には、市場の評価に適切にかなった形での通貨の取引が行われることが適切だろうと思います。もちろん市場も万能ではなくて、その時々によっては行き過ぎた取引になることについては、かつては先ほどの櫻井副大臣からもありましたように、各国が協調して介入をしたことというのも何度もあるわけでありますけれども、IMF として今具体的に市場の制度についてどのようなサーベイランスを出して提言をしているかはちょっと今手元にすべてありませんけれども、将来に向けてそのような形になる望ましい形を目指して IMF も活動されるものと、そして我々もそれをまたしっかりと支えていくものだというふうに理解をしております。委員
小野寺一則君。私どもは、日本の国会議員ですから、日本の政府ですから、日本の国益を増大すること、これをまず目的に、そして世界の平和に貢献するということが大切だと思っております。まず日本の国益、日本人の経済、これをしっかりするということが本来の目的であります。さて、もう一度お伺いいたしますが、実は今回のこの改定、一番大きな改定というのは、理事、今までは出資上位5カ国、日本は出資上位5カ国のうちの2番目ですから、実はこの理事の選挙、これ選挙しなくても無投票で理事に選ばれると。選挙活動というのは私も外務省をいただき経験しましたが、他の国のさまざまな支援を受けるというのは大変な努力が必要になります。実はそれをしなくても日本は自動的に理事になれる、そういう安定したシートを今まではずっとこれを持っていたわけです。ところが今回の改定ではこのシートを手放すということになります。日本も同じように選挙を受けるということになります。そうするとこの理事の選出ことのことだけに限れば決して日本にとってはハッピーな話ではない。ですがそれを放棄してもあり余る何か日本の国益のプラスになる、そのようなことがあるからおそらくこの改定ということをお話しされたんじゃないかと思います。そして本来の目的で言えば中国の元、韓国のウォン含めて私どもについてどうもこれは不公平ではないかという考えを持つこういう通貨について本来のこの IMF の目的、通貨の切り下げ競争の防止、この観点から見れば当然これが是正される、そういう目的を持って今回のこのような日本が譲歩するような改定になるというふうに理解できると思いますが、この交渉の過程でこの改定によってですね、中国が元が例えば日本と同じような変動相場になる、あるいは現在のウォンという政策的に、ウォン安に誘導されているところの是正ができる、このような約束をこれらの国と取り付けたんでしょうか。松本外務大臣。G20 においても国際機関の意思決定のあり方ということが議論されたことを踏まえて今回の IMF の改定にもつながっているというふうに理解をしておりまして、今回の IMF の理事国の選出を含む組織のあり方の議論ということは広く国際機関における意思決定のあり方であるとか世界の経済を含めた政治経済の現状に合わせた国際機関のあり方といった視点から議論をされているというふうに理解をいたしておりまして、個別の通貨のついての現在の市場内市は取引の評価ということについて今私が評価についてコメントをすることは差し控えたいと思いますが、加えてそういった評価そのものをその IMF の制度を作るにあたっての交渉において議論をされたというふうには私自身は承知をいたしておりません。小野寺勇君。松本外務大臣にお伺いします。あなたはどこの国の外務大臣ですか。お答えください。松本外務大臣。日本でございます。小野寺君。日本の外務大臣が日本の国益のことを全く話さずに国際社会国際機関のあり方が G20 でこっちの方に行きそうだからそのまま日本は乗ってきますと、そんな答弁で外交してるからこんなに日本の外交がボロボロになってるんですよ。なんでこの時にこの日本がここまで譲る、言ってみれば国連常任理事国で言えば常任理事国のシートを譲る、今回のそういう改定をする、そこまで譲っておきながら何かを得るのが本来は外交というもんじゃないですか。そして今日本が今日もこの現在も困っているこの円高、その是正の本体が IMF でしょう。そこの中の改革も全然提案せずに全体の流れの中でそうなるから仕方がない、そんな答弁許せません。もう一度お答えください。松本外務大臣。総合的に現在ないしは将来の国益も考えてしっかりと議論を進めてきているというふうに考えております。なお今お話がありました円高について私も内閣の一員として今我が国において大変重要な問題であるという認識は共有をさせていただいているというふうに思っております。委員長。小野寺一成君。これは委員の皆様にもぜひ共有していただきたいんですが、今回この日本がずっと無投票で得る理事のシートということ、これをこの改革の中で手放すということになります。これからは日本は選挙を経てこの理事のシートを得るということになります。これは日本からすればある面では譲歩ということに当然なります。そうなれば国際交渉の場です。日本が出資国第2位の立場にあります。何か逆にこの IMF の中で日本が本来勝ち得るもの、勝ち取るもの、
それがあって初めてこういうディールが成り立つのが私は外交だと思っています。そして私たちが今この IMF に一番求めているのは、今本当に地方経済もう悲鳴を上げています。これだけ産業空洞化してまた1ドル77円で、そして日本は中国の元と韓国のウォン安とこれと戦って日本の企業は頑張ってるわけです。でもどうしても公式連絡になって、今日の報道にも出ておりましたが、日本の白物家電の企業が中国の企業に売却をされる。逆に言えば中国にどんどん買収されている。韓国の企業がどんどん日本に入ってきている。こういう中で何も手を打たないというのは、しかも IMF を使って何もしないということ、情報だけを重ねる、これは私はオールジャパンとして決して許してはいけない、そうだと思っています。ぜひこの産業政策 IMF を使って、この日本が今厳しい立場に置かれているところを少しでも改善するような努力をしていただきたいと思いますが、外務大臣に改めて決意をお伺いいたします。松本外務大臣。今の円高にが我が国経済に与えている甚大な影響ということに十分心して、政府全体としてもよくその認識のもとにあらゆる政策手段を同意することが必要だということについては、私もぜひそのように努めてまいりたいと思います。小野寺逸典君。所掌であります財務省からもお伺いしたいと思います。櫻井財務副大臣。今の議論をお伺いしておりまして、小野寺委員の提案というのは私は本当に素晴らしい内容だとそう思います。その意味で、もう一度省に持ち帰らし、らしていただきたいと思いますが、今 IMF でどういう議論を我が省の出身の委員の職員の人たちが議論をしているのかとか、そういったことについてですね、改めて検討させていただきたい。そしてその上で、ここにまさしく委員がご懸念の点をですね、是正する機能を本来持ち合わせているわけですから、本来の機能が発揮できるように我が省としてもですね、全力を挙げていきたいと、そう思っております。小野寺逸典君。今回の改定について、ぜひ大きな流れということなんでしょうが、当然日本が譲っているということがあるんであれば、やはり、勝ち得るところをたくさんすべき。そして、もう一つ心配なのは、これによってまた、新興国の増資が増えるということになります。今回大口の多分増資として第3位に上がってくるのは中国だと思いますし、また韓国もかなり増資をしてくると思います。そうするとこの IMF 自身が、例えば中国が国際的な役割を果たして、元についてももうそこまでの理事国になるんだから、これは変動相場制に移りましょうとか、韓国についても公正な競争をしましょうとか、そういうふうにこの国の政策が変わるんであればいいんですが、そうでなければ逆に日本の近隣の日本のライバルとする国がますます有利になるような IMF の改革をされたんでは、これは日本が本当に干上がってしまう、そのような重要な役割があると思います。今回この出資比率、新興国が高まるということは2つの側面があるということ。1つは新興国の発言がますます強まるということ、もう1つは新興国の責任が重くなるということ。ぜひこの重くなるという立場で、政府としてしっかり対応することを改めて確認したいと思います。松本外務大臣。この改革の議論そのものは昨年来からというよりは根っこはもっと前からでありますけど、行われてきた中での議論だということをぜひご理解をいただきたいと思います。その上で今お話がありましたように、この IMF にとどまらず、私どもとしてはあらゆる面で、新興国については、国際社会に対しては建設的な役割を果たし、責任を持った対応をしてもらうことが我が国にとっても必要であり、国際社会にとっても必要であるというのが基本的な立場でありますので、そのことに向けてはしっかり努力をしたいと、このように思います。小野寺逸典君。ぜひこれから新興国、おそらく責任も重くなるという中で、国際社会の中で、国際経済の中でしっかりとした責任、公平さ、公正さ、透明さ、それを推進していただくように、この場でさらに進めていただければと思っております。櫻井大臣、どうもありがとうございました。それでは次の質問に移りたいと思います。ちょっと若干協定については後の委員がまたご指摘をすると思いますので、今回の震災の復興のことについて少しお伺いしたいと思います。ちょっと通告なくて恐縮なんですが、外務省の方から ODA をですね、使ってこの震災復興について支援をするという一部報道がございました。現在の検討状況で結構ですので、どのようなお考えがあるかお伺いしたいと思います。松本外務大臣。
ちょっと今手元に個別具体の進捗はありませんけれども、ご案内の通り、基本的には ODA は、非援助国、援助を受ける側のニーズにかなったものをどのようなものを提供できるかということが考え方の基本であります。その上で、例えば食料などについてはこれまでも水産物など、我が国の水産物などを WFP なども通じて提供してきて、非常に栄養価が高いものとして高く評価をされてきた経緯もありました。我が国の水産物などを調達をするにあたっては、可能であればやはり被災地のからの調達を中心に進めるべきではないかということを今考えて、進めているところでありますが、こういった方針考え方というのを示して以降、具体的な今ODA の機会そして調達の実績というのは申し訳ありません。ちょっと手元に持ち合わせておりません。委員長、小野寺一之君。これはちょっと実際起きた話ということで聞き流していただければと思うんですが、今朝私のところに早朝電話がありまして、地元の被災地の、ある農家からなんですが、政府は ODA で、これから今回の震災復興地域を支援をする、ついては、ある農協の組合所のところにこの ODA で、お金を振り込むので、一度どのような内容が必要か教えてほしい、ついては手数料がこのぐらいかかる、手数料詐欺ですよ。今こんなことが実は被災地で本当に弱り目にこういうことをする人がいるのかと思うんですが、やはりその政府が例えばその ODA のお話をしてこれが復興に役立つということであれば、言ったからにはやはり明確なメニューをですねきちきちと示していただかないと、実は間違ったいろんな情報が流れ、それでまたこのような犯罪もどきのことが横行し始める。実はこれ一人かじゃないんです。数人から同じような話を伺いました。ぜひこの ODA をどのように活用するかということ、それをですね早く明確に示していただいて方針を決定していただきたい。それからもう一点言えばですね、例えば水産物、これ被災地の水産物と言いますが、今今回被災した漁港では水揚げが従来の5分の1から10分の1になっていて、送りたくても実は魚がない、あるいは、今回この福島、宮城、岩手、茨城もそうですが、例えば日本のこの優秀な和牛をじゃあ輸出しようか、農畜産物を輸出しようかと思っていても、現在これは全頭出荷禁止になり、あるいは日本ブランドに今放射能でさまざまな、ダメージがある。逆にこういうものを ODA で相手の国に出すということは国際社会にとってもっと日本のイメージを傷つけることになる。ですからよくよく見ていくと、一体何がこの日本の ODA で被災地の農産物を中心にというふうになると、どれがそれに当てはまるのかなという、なかなかイメージが湧かないんです。今日は篠原副大臣いらっしゃいますが、具体的に例えばこの地域の被災地のこういう 農林水産物を ODA として使う場合、どのようなご検討されているか教えていただければと思います。篠原農林水産副大臣。今我々は輸入をストップされている段階です。ですから一番力を入れているのは各国の大使館、それかに、在京の大使館に働きかけるのと現地の大使館で日本の今の制度、一旦信頼を失っておりますので、こういう状況だというのを経緯に説明しているところでございまして、 ODA のところにですねどういった物質を入れるとかというところまでは気が回っておりません。小野寺一之君。今のちょっとお話を伺うと少し不安になってきまして、その ODA について、こういう被災地の農産物を中心にというふうに、外務省は発表されますが、農林水産省の方では、検討しておりませんということであれば、一体その誰がどういうことで今後これを決めてやっていくのか、私どもはこれは大臣の考えではないと思いますが、総理を何度もその思いつき発言で私ども指摘をしております。ですから今回 その ODA を使ってというのはもうすでにニュースに流れ、多くの被災地域は何かこれで自分たちにプラスになるんだろうと今思っている。そしてどうもこのうちの農産品をこれ ODA で出すといっても事実上魚なんかないし、そうするとその ODA を海外にあげるんじゃなくて ODA を被災地のこの漁協とか農協にくれるのかと、今そんな話がどんどん広がり、今回のような、振り込め詐欺みたいな状況になっています。もう一度その大臣お願いしたいのは、一度政府が ODA を使って震災復興するというふうにするんであれば、明確にですね何をどのようにするかという、その、具体的なことを、あるんであればお話ししていただき、ないんであれば早急に詰めていただきたいと思いますが。松本外務大臣。
もうすでに2月ぐらい前だろうと思いますが、すべての調達であり活動について復興復旧に配慮をするようにということは私も前省にお話をさせていただきました。まあ、そういう中で ODA の調達をする部門としてはではできれば何らかの形で被災地の支援になるようにというようなことでお話をさせていただいた部分があるんだろうと思います。でそれをまた私もそういう報告も受けました。しかし今委員がお話がありましたようにですね、被災地の皆さんを励ますつもりでできればこれから被災地の皆さんのところから買い求めたいという趣旨でお話をさせていただいたんだろうというふうに思いますが、まあメディアに載せるような形にするということについては今もお話がありましたようにですね、そういった気持ちが届くことによって励みになった部分もあろうかと思いますけれども、まあ、悪用する人も含めてですね、様々なことが出てくるということであろうかというふうに思います。現段階でも、まあ、食料支援というのは、まあ、ODA ですから調達は最終的には外務省なり関係のところが責任を持つわけでありますけれども、具体的なそういう機会の際には、ぜひそういうことも勘案をした調達をしたいということは、考えているところでありますし、またそれが今後どういう形で具体化できるかについては、しっかり開かれた政府でもありますので、ご報告をしてまいりたいというふうに思っておりまして、今のお話も十分に踏まえながら、今後対応とか基本的な方針と、それの具体化の詰め方についても、よく整理をして取り組んでいくようにしたいと、このように思っております。小野寺一成君。ありがとうございます。ぜひ、しっかり詰めて、なるべく、被災地にとって、感謝される、ODA 作りをお願いしたいと、そう思っています。さて、篠原、副大臣にお伺いいたしますが、昨日、宮城の牛が、出荷規制、出荷規制ということになりました。今、農家は、牛には餌を食べさせなきゃいけない。ですが、出荷規制ですから、全く収入、所得がない。ということで、生活もできなければ、餌のコストだけはどんどん進んでいく。こういうもう悲惨な状況になっています。そしてこの原因は農家にあるわけではなくて、まあ、この間農林大臣も認めていただきましたが、この稲わらについての、通達に、今回 の放射能物質放射能餌についての通達に稲わらという文言が入っていなかった。そして稲わらの検査を実は今までしていなかったという、まあ、そういう責任があるともうお認めいただきました。その中で今、畜産農家への建て替え払いの支援ということで1棟5万円の支援を今検討されているということなんですが、これはどのような制度でいつ頃出るか教えてください。篠原農林水産副大臣。オンデラインご指摘のとおりでございまして、畜産農家の責めに帰さない理由で非常に困っておられるわけでございます。ですからいろんな手当てを講じなければいけないということで、我々は、まあ、生産者消費者両方の方ことを考えなければなりません。一番最初にしていることは汚染されて流通してしまっているし、実はですね、ちょっと誤解があるんですが、稲わらを汚染された稲わらを食べた牛というのは3000頭ぐらい、これが流通してしまっているわけです。で今検査は終わったのが440頭ぐらいなんですが、そのうちの30頭強しか実は食肉が汚染されてないんです。で汚染された稲わらを食べた分が流通してしまっていると、消費者がちょっと買い控えをしているということで、まずは汚染されたと思われる牛肉を市場から回収すること、これを一番にやっております。それから2番目が今ご指摘の通りでございます、5万円でございます。非常に困っていると、大きな農家、まあ、規模にもよるんですけど、1ヶ月うん百万と餌代がかかるわけです。出荷はできないと、手元にお金がないということで、当面の餌代ということで1頭あたり5万円を可及的速やかにお支払うつもりでございます。それはどういう地域かというと、汚染された稲わらが流通している県ですから、まあ福島県、そうですよ、宮城県、こういった県には当然支払われることになります。それからその他にも、これはちょっと農業関係の人しかわからない事業面なんですが、俗称新丸金事業と言っております。価格が低下した場合に市販金ごとに支払われるという仕組みがあるわけです。これをもう3ヶ月なんて待ってられないということで、1ヶ月ごとに区切ってやることにしておりまして、かつですね、もう福島県につきましてはもう支払いも済んでおります。どういうことかと言いますと、手元に資金がないというのが一番困っていることでございますので、それをなんとか今の既存の制度でもやり、新しく制度も仕組んでということで、全面的にバックアップしていく所存でございます。委員長。小野寺一成君。まあ、今回宮城も福島に次いで出荷規制ということになりました。対応していただきたいのと、再度確認しますが、そうしますと私が例えば今300頭の牛を肥育をしている、
そうすると、これ1頭、5万円ずつということで、今回は300頭かける5万、1500万が出るということでいいんでしょうか。篠原農林水産副大臣。ただいまのところ正直にお答えしますと、そのようになっておりません。まあ、真面目なお役人が計算することでございますけれども、今当面出荷を停止されている牛が困っているんだということで、対前年同月比というかですね、昨年の今出荷する牛、それにかけるというのが今の仕組みになっております。それではダメじゃないかと、その見通しが立たないんだからと、使用頭数全部の餌代を面倒見てやらなくちゃいけないということで、まあ、第1弾としてこの間政策を発表したところなんですが、今小野寺委員ご指摘の通りの仕組みに変えていきたいと思っております。ただいまのところは少々ケチっておりまして頭数が少ない状況でございます。委員長、小野寺一之君。毎日は問い合わせがありまして、うち300頭いるからこの5万円だと1500万ですかということでお話を聞くと、今の篠原副大臣の、ことで言うと、おそらく300頭いても、まあ、15頭ぐらいしか多分この今月の対象にならないということは、15頭かける5万円ということで、大した金額ではないと説明するとがっかりされます。それからもう一つ、これは多分矛盾だと思いますが、牛というのは実は1年1年生産して出荷するわけじゃなくて、ご存知の通り30月齢必要です。そうすると、肥育ではだいたい19から20ヶ月が必要になります。24ヶ月であればちょうどサイクルになるんですが、この19から20ヶ月ということになりますと、去年の数字が今年に直接反映するわけではなくて、隔年でずれてきます。本当の数字を見るのであれば、過去2カ年の平均というようなことで考えていかないと実態に合わないのかなと。それ以上にやはり牛は全部餌を食べるんです。出荷を今必要な牛だけが餌を食べるんじゃなくて、今いる300頭全部が餌を食べるんです。でこの農家は一銭もお金が入ってこない。で毎日毎日この300頭の餌代がどんどん消えていく。そして国から来るのは300頭のうちの15頭分だけ。これではとても採算ができないという実態を多分、副大臣もお分かりだから今言ったお話をしているんだと思います。ケチらずにですね、牛が今食べているのは300頭全部が毎日食べているということを含めて、前頭の対応を仮払いですから、後で請求すればいいわけですから、ぜひこういう対応していただきたいんですが、いかがでしょうか。篠原農林水産副大臣。そういう方向で検討させていただきたいと思っております。小野寺一之君。すいません、ちょっと牛の話ばっかりで、もう一つ稲わらの問題があります。昨日も実は稲わら生産農家を回って自分でもちょっと測ってきました。春揚げの稲わらは秋揚げの稲わらに比べて、いわゆる放射能の簡易的なレベルを見ると、約40倍か50倍高かった。明らかにやっぱり同じ農家でこっちの倉庫には春、こっちの倉庫には秋、その比較をすると今年の春揚げは大変の状況が高い。そしてこれ今でも実は農家の軒先、農家の庭先にみんな置いてあるんです。そしてこのうちには子供もいるんです。この間までこの子供はこの稲わらの納屋で遊んでたんですよ。今もこれ置いてあるんです。しかも動かせないんです。高放射能、高度に放射能汚染された稲わらが、実は農家の方は自分の生活する同じ敷地の中に今でもたくさん置いてある。ところがこれは燃やすこともできないし、持っていくこともできない、なんともならない。こういう稲わらの処理をですね、これ国が方針決めないと、いつまでも農家の子供はこの汚染された稲わらと共に暮らしているわけですよ。家族は暮らしているわけです。この対応について今どのような検討状況か教えてください。篠原農林水産副大臣。小野寺委員、非常に機微に触れるところをお気づきいただいていると思います。今汚染された稲わらを食べた牛肉、この汚染ばっかり、蛍光被曝のこと、体内被曝のことばかし新聞等も懸念しておりますけれども、実は69万ベクレルパーキログラム、50万ベクレルパーキログラムというのは半端な数字ではありません。ですから誰が真っ先にそれでもって被曝しているかというと、農作業をした畜産農家です。だいたい畜舎の2階に牛臭い稲わらが置いてあるわけです。それをどんどん上から下に放り投げて、それで牛に与えるわけですけども、その時にたくさんそのホコリが出ます。それで体内被曝している。それから一番は子どもたち、これもまた
いろいろ語弊があるかと思いますけど、稲わらがそれだけ汚染されているわけですから、そこに住んで生活している人たちも相当汚染されているわけです。もちろん中で屋内にたくさんいるのとずっと外にいるのと違いますけれども、その点は我々も十分承知しておりまして、今原子力安全委員会にこの稲わらをどう処理したらいいのかと、同じ問題というのは汚泥にありましたね。10万ベクレル以上は隔離して保存するというの、あれと同じ扱いになるんだろうと思いますけど、我々今そちらに問い合わせをしておりまして、同じように早く超汚染されたものは隔離し、そこそこ汚染されたもので、まあ、あちらの場合は汚泥の場合は8000ベクレル以下の場合は近所で突き込んでいいというふうになっておりますけど、そのようにきちんと方針を定めて処理してまいりたいと思っております。委員長、小野寺一則君。実はこの餌の稲わらだけじゃなくて、当然家畜は餌を食べると糞尿を出します。その糞尿が今汚染されている可能性があるかということで、実は農家の中で全部貯められています。今までこれはさまざま有機センター処理センターに持って行って、それぞれ処理をしていって匂いを取ったり、あるいはその堆肥として使えるようなそういう状況まで持っていったんですが、今その受け入れをしてもらえないということで、日々餌を食べさせるだけじゃなくて、その糞尿がですね、しかも汚染されているかもしれないと言われている糞尿が農家のその敷地の中にどん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 溜まっている状況、これが毎日毎日続いているんです。この糞尿対策について方針が決まったかどうか教えてください。篠原副大臣。糞尿対策が実は一番悩ましいところでございまして、与えてしまった餌、人間にも動物にあるわけですから、ホメオスタシスという自己保存本能があります。生物学半減期というのがありまして、セシウムを外に出されるわけでございます。で、非常に汚染された稲わらを食べた牛は当然外に出しているわけでございます。で、その地域で循環してるんだったらそれでいいんですが、他から持ってきた高濃度に汚染された稲わらを食べた場合は、その糞尿は相当近辺のの比べて汚染度が高いわけです。で、そういうものをその畑に返すとなると、その畑が一旦汚れてしまったら取り返しがつかなくなりますので、これが大問題でございまして、で、稲わらの場合はこれ以上増えることはないわけですけど、糞尿の場合は今も現在も増え続けてしまっていると。つまり今まで食べさせてしまったものが2ヶ月ぐらいかかって出てくるわけですから、で、この処理もうどうするかということで全く同じでございまして、原子力安全委員会に今質問をいたしまして、回答を待ってきちんと対応してまいりたいと思っております。では汚染汚泥と同じような解決になるのではないかと思っております。それにしてもスペースとかですね、の問題になりますので、これについてもきちんと対応していかないと畜産農家は非常に困るのではないかと思っております。ですから万全を期していくつもりでございます。委員長、小野寺一則君。私どもこうして日々いろんな審議をし検討しているんですが、実は今畜産関係の農家扱っているのは生き物です。ですから毎日餌を食べ、毎日糞尿を出し、そしてその周りで実は農家の方が日々生活をしている、そのことを忘れて、やはり忘れてはいけない。必ず私どもとしたらそのことのことを思いやりながら国会の審議をすべきだと思っております。最後に外務大臣にお伺いいたします。もう一つ農家の方が心配しているのは TPP の問題です。TPP、実はこういう、日本の震災以降、大きな国内では、議論になっていない、そこが議論できるような、状況でもない今の現状でありますが、ただ農家の方にとっては、突然例えば今年の秋、APEC、ハワイで行われるところで政府から TPP の推進の方針がどんと出て、農家の例えば農業のさまざまな懸念に対しての回答がないまま進むということ、これを一番懸念をしております。現在の TPP の検討状況について教えていただければと思います。松本外務大臣。今お話がありましたように、TPP 協定の交渉そのものはですね、今年の5月の米国のモンタナの APEC 貿易大臣会合でも、11月のに TPP 協定の大まかな輪郭を固めるという目標を表明をしたということで、交渉は回数を重ねながら前進をしているというふうに理解をいたしております。その上で、政府においてはご案内のとおり、5月に決定をされた政策推進指針で、
TPP 協定交渉参加の判断時期については総合的に検討ということになり、また日米首脳会談で総理からこれについては改めて総合的に検討しできるだけ早期に判断をしたいということを申し上げているのはご案内のとおりであります。今政府においては TPP も含めて EPA、FTA については FTAP、EPA に関する関係閣僚会合ということを、先月だったかな、もう開催をいたしまして、ここでの議論を積み重ねて、方針を定めていく中で、各 EPA、FTA、そして TPP についての政府の考え方をしっかり議論した上で、申し上げていくということになろうかというふうに思います。現段階で、交渉参加の時期については、私どもが理解をしているところでは総合的に検討すると、そして検討はできるだけ早くに今判断をしたいというふうな総理の考えがあるということでありまして、それに基づいて我々関係閣僚間で議論をさせていただいているところだと理解をしています。同時に開かれた国経済連携と高い水準の経済連携と両立をする農林漁業の再生を行うというのも再生実現会議において議論をされてきているところでありまして、現在はこの農林漁業高いレベルの経済連携と両立する農林水産業の再生の実現ということについてもこの実現会議で議論を進めているところで、これの中で提言ないしは考え方を示していきながらご理解をいただきながら前進をさせていきたいとこう考えております。すみません、篠原副大臣に今総合的に考えるというお話でしたので、今回被災しているところは農林水産業が実は主産業で、大変この問題については心配をしております。ぜひこの総合的な考え方の中に農水省の考え方をしっかり入れていただきたいということを最後の質問にして質問を終わりたいと思います。答弁だけお願いいたします。篠原農林副大臣。お答えいたします。その皆さんに対するお願いにもなるかと思いますけど、今一番冒頭小野寺委員ご指摘のとおり、農家の責めに帰さない、あるいは漁業者の責めに帰さないことで非常に困っているわけです。そうしたときに日本の農産物、水産物汚染されているんだから、安全な外国のものを輸入すればいいじゃないかと、 TPP を推進すればいいじゃないかと、私はこれはとんでもないことではないかと思います。東北福島の離れたところの人たちの犠牲において、東京の電力が供給されていたわけです。こういうことを許容してきたということですから、こんな事件を起きた際には、食べて応援していただいてというのが礼儀じゃないかと思っています。そういう気持ちでこういったこと TPP をどうするかということも考えていただきたいというのは私の願いでありますし、全農業者漁業者の願いではないかと思います。小野寺一郎君、ありがとうございます。終わります。